中、首都ケルンに到着した大沢義時さんが受賞者が滞在するホテルに入りました。そしておよそ7時間後、大沢さんが車でやってきたのは、大杉さんが訪れたのは老舗の洋服店。店員は洋服のコーナーを受信して、洋服向きで演劇を試作しています。大杉さんは洋服店に行かれるのですが、ご覧になるのです。受賞式に向け着々と準備を進める大杉さん、今後婚礼行事に臨む予定です。ソフトバンクグループのソン・ハラス社長がアメリカのトランプ次期大統領と会談、アメリカに5兆円を超える投資をすると発表しました。ニュースの音は海並み、おいしいものたくさん横浜。